久しぶりだね。高木さん。俺と高木さんは中学校の同級生で、俺はいつも高木さんにからかわれていた。高木さん、島に戻ってきたのっていつ以来？ちょうど10年ぶりかな。10年か。こっち見てくれないと書けませんよ、西方先生。はい。西方ってさ、どんな先生？嫌いじゃないです。絶対学校に来いとか言わないから。そっか。町田くんが学校に来なくなったのは私のせいなんです。私、町田くんのことが好きで。西方、きちんと思いを伝えたこと、すごく素敵だと思う。誰にでもできることじゃないから。自分の気持ち伝えないまま去るんですか？誰かを好きって気持ちだけで心がいっぱいになる、それだけで素晴らしいことだと思うぞ。私と西方は好きってだけでつながっているわけではなくて、二人だけのもっともっと強いつながりがあって。西方、かっこいいよ。ちょっとからかわないでよ。映画からかい上手の高木さん。